どうも、隊長でございます。白線真っ赤、続きやっていきましょう。ではね、シュリーがここに導いてくれたんですけど、ここは何？下水道？って行けないけど。あ、こっち行けんのか。うな、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 なにあれー。 今のは一体。何かまだわからないわね。ここら辺からきっとホラー要素が。うわっ！ 一気に強くなってくるんだろうな。うおー！ ちょっと、この時点で結構怖いんですけど。これは何？あ、いた！何これ？何ですかこれ？何って、マカ君が考え出したんでしょうに。いや、そうじゃなくて。あ、行っちゃったよ。逃げてしまった。早く追いかけましょう。行こう行こう。あれ？おお、来た。あれ？なぜか戻って。待って、ハッカ君。の生き物、材料は何だったと思う？そうですね。見て触れた感じ、木の板のようでした。そうすると、お店のあたりにあったけど、さっきなくなってしまった木の板っぽいものって何だったかしら？ああ、あれですね。倉庫の鍵、看板、店長、ワッフル。店長。正解！実は店長はパネルだったのでした。って言って欲しかったの？すいません。なんていうのか気になってしまって。で、回答は？看板ですよね。そう、看板よ。ああ、こっからはもう1個選択したらそれっきりなんだ。なるほどね。それで看板だとすれば、その果たすべき役目はおのずと見えてくるわよね。看板の役目ですね。なるほど。つまり、あいつの言った道順で行かないといけない。こういったか。なるほど。こう行って、おー、オッケー。こう行きます。行って、端。あれ？ あれ？あ、こう行くのね。あ、わかったわかった。ほい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 、こうだね。オッケーオッケー。次は？あー、めんどくせえ動き方すんじゃねえ。あ、一回戻んのかよ。あ、もう全然覚えてないけど。こう行って、ここ行って、上に戻って、お、いた！一発クリア！やったと思ったら違うじゃん。つかの間の。あー、なるほどね。待って。こうやって間違った道順を言っても、最初に戻されるだけなんだ。はい、ちゃんと覚えましょう。ここでこう行って、ここでこう、真ん中で、ほい。ここでしょ？ここで、こう、で、ここ真ん中で、あれ、上行ったかな？ あれ、違う気がする。やっぱ違う。ここまで行って、ここの、ここで、こうの上、こうの、こうか？やっと行った！ 十数回くらいやり直したわ。よし、捕まえた。看板だから、そうね。命名、看板じゃん。あなたの案内はしっかり完了したわ。看板じゃんってなんだよ。ごめんよ、看板じゃん。それじゃ、進もうか。オッケー、セーブ。よいしょ。ちょっと、暑いな。暑い。いやー、最近暑いっすね、ほんとに。よいしょっと。よし、行こう。今、ジャージなんですけどね。すっごい暑いっす。
なんだこれ。お、橋がもろくてなっていたようですね。危なかった。これ何？おお、明るくなったよ。ん？怪しい袋ね。マッカ君、何が入ってるの？自分で見てくださいよ。あれ、何も入ってないですね。そう、特に使い道もなさそうね。でもなんか色が。色？これ何？うわー、ゲットパスチェーン！今のは。なんだよ、びっくりするな。あれどうしろって？これ何これ？木箱に何かついてますよ。何かって見ればわかるでしょ。これはしつこい汚れ。木箱、店長、風船。店長、まさか店長とか言い出したりしませんよね。言うわけないでしょ。やだな、マッカ君ってば。風船でしょ。わかるわよ、それぐらい。しかもただの風船ではありませんね。俺が創生してしまった生きている風船です。なぜ木箱に取り付けられ、縛り付けられているのかは分かりかねますが、このままだと逃げ出しもしなさそうだから、とりあえず向こうに飛んでいった風船を優先した方が良さそうね。そうですね。で、橋が壊れていて先に進めないわね。先に言っておきますけど、橋を創生するのはさすがに無理ですからね。じゃあ何か橋の代わりにする？ できますかね。橋の代わり？押す。え？これ持ってくの？ほい。ほい。押します。押します。押します。待って待って待って。何もしない。押す。ほい。え？え？これ何？一時的な明かり。ん？え、特に何もないんだけど。あの一時的、あ、これ持ってくのか。はいはいはい。ほい。え、風船ある、ふ、ん？これ風船あるのにもどうやって、あれ、俺もしかして失敗した？あの光何なんだろう。ほいほいほい。押せなーい。引っ張る方はちょっと遅いんだね。よいしょ。一個落ちちゃったけど、あれどうすんの。あれ、え、もう落ちちゃったよね。これどうしようもないね。これどうすればいいんだこれ。え、もうプレイ時間50分。え？そんなやってるこれ、マジで。あ、わかった。色の順で落としていくんだ。わかったわかった。つまり次は青と赤のやつ。オッケーオッケー、ひらめいた。オッケー。つまりまずはこれだな。待って待って待って。押す。まずはこれを落とす。なるほどね。つまりそういうことね。オッケー。ネクスト。ネクストはピンクに黄色。ピンクに黄色だからこれか。いいねいいね。わかるとこういうの来ますよね。で、次は、なんだ？赤緑、これだ。で、ラスト。あれ？これ届かなくね？1個分。え？どうすんのこれ。飛び乗るの？ほい、来たよ。少し届きませんね。見通しが甘かった。大丈夫よ、マッカ君。風船の役目も果たしつつ、私たちが向こうに渡れる方法があるわ。まさか。え？風船で数秒飛ぶ。風船割って気分爽快。風船割って気分爽快。かわいそうですよ。分かってるわよ。本当の作戦は、風船の役目は多分飛ぶことだから、風船を束ねて飛ぶの。あ、飛ぶのよ。このくらいの距離ならなんとかいけるはずよ。そうですね。
白線はちっちゃいし、俺は軽いんで、まあいけそうですね。だからちっちゃい。気にしてるんだ。でも風船はくくりつけられていて、手ではどうしようもなさそうですよ。そこでマカ君の出番よ。ハサミの特徴を持った生物を創生すればいいのよ。まあ確かに橋とか船は無理そうですけど、ハサミぐらいならなんとか。でしょ、そうと決まればいざ材料の調達よ。材料、これくらいしかないんだけど。え、あ、それ使うの。これ使えそうですね。そうね、じゃあ早速お願い。わかりました。絶対にくすぐったりしないでくださいね。素材は鉄柵、そこへハサミの創造を。うん、なんだよこれ。うん、ハサミね。そうですよ、どうからどう見てもハサミです。うん、じゃあ命名ハサミさん。まんまですね。いいですけど、では風船の紐を切りに行きましょう。なんだよそれ。あ、セーブしとこう。セーブはこまめに。オッケー。じゃあハサミさん出番よ。そこシャキシャキなる、ね、おお、ナイスハサミさん。ありがとうハサミさん。それじゃ行きますよ。飛んだんだ。何シュリー、何、どうしたのシュリー。よし捕まえた。風船だから、そうね、命名プカプカ。あなたたち、いやあなたたちの役目はしっかり完了したわ。なんでそう若干ホラー気味の創生するのこのマッカ君。ごめんよプカプカ。それじゃ進もうか。よし、じゃあセーブして同じところでいいや。ネクスト行きましょう。一歩。何、あ、店長。オッケーオッケー、少し休憩って、いろいろなくなってるぜよ。今気づいたんだ。あれは花とサボテンですかね。そうね、お店の周りに生えていたのを覚えているわ。とりあえず近づいて確認してみましょう。はい。真ん中目玉じゃない。やっぱり花ですね。うん、花ね。見られてはずら、あ、嬉しそうにしていますよ。それが役目かもしれませんね。どちらかというとものすごく見られている気がするのは私だけかしら。こっちは、おい。やっぱりサボテンですね。うん、サボテンよね。近づくと危ないですね。針が刺さりそうですよ。うん、じゃあサボテンは一回避けて、お花の役目を果たすことを優先すればよ。マッカ君、ここはどうやって進めばいいかもうわかるよね。わからない、わかる、わかる人にはわかる。どんなこと言ってんだ。わかる人にはわかる、わかる人にはわかる問題ですね。いやー、質問好きにはたまらないでしょうね。マッカ君、絶対わかってないでしょう。はぁ、あ、教えてあげればよ。サボテンを咲きつつお花を発見するのよ。多分これでいいはずよ。なるほど。じゃあ解決もわか、あ、解放も、解放、解放、解放もう分かったことだから。はい、進みますか。サボテンを受けつつ花を咲かせる。えい。運が悪いのかな。端っこダメだ、真ん中かな。ほい、おい、よし、正解です。向こうにもまだお花がいるわね。行ってみましょう。勝手に動いてる。うわ、これはまた多いですね。まあでもマカ君なら楽勝よね。え、うわ、めんどくさそう。ほい、あー、ダメなのね。
はい。ここでしょ？ここを。はい。記憶力ゲームですか？ここは？あ、ダメだ。はい、じゃあここだ。あれ？忘れた。ここ、ここ、ここ行って、ここからダメだ。多分この幅って、ね、ここだよ、やっぱ。そうだそうだそうだ。んーね、ここじゃない、違うか。おいおい、ここ、ここ、ここ、この辺は、あ、違う、押してるとこした。はい、連打しちゃうと違うとこしたな。ゆっくりと。ここ、ここ、あ、違うんだ。この辺とかは？ここ、ここ、こうか、いたまだあんのね。セーブしとこう。でしょう。まずまっすぐだね。あ、でもこっちの方がまだ楽な気がする。じゃあここか、下この辺当たった。じゃあここダメだ。下ごめん、あれ真ん中だったっけ、あれ下真ん中、じゃあこの辺行ってみる。ダメだ。下真ん中、じゃあ2個目 OK。 ここじゃあ上かなと思わせてサボテンだったりしない？あー、よかった。よし、正解です。向こうにもまだお花がいるわけね。あ、いるわね。行ってみましょう。まだいるんですか？おー、なんだこれ。なんであんなうねうねて踊っているんでしょうかね。さあ、真っ赤くんも踊ってみればわかるんじゃない？はい？嫌ですけど。なんですかこれ。真っ赤くん、前見えてる？そのまま進んでもサボテンに囲まれていてどうしようもないわよ。ああ、本当ですね。どうやって行けばいいですかね。どうやって行けばいいですかね。これ何？あら、これは？ん？ジョーロよ、マッカ君、やったわね。え、何がですか？鈍いわね。サボテンはきっと水を蓄えることが役目よ。言われてみればそんな気もしますね。だからこのジョーロを使って水をかけてあげればなんとかならないかなーって。あ、根拠はないんですね。まあやってみますか。またサボテンが鼻になりましたよ。どういうことなんですかね。細かいことを今更気にしてどうするの。マッカ君の体質の方が謎だし、それに厳密にはサボテンじゃなくそういう生き物ってだけなんだから。分かってますけど。でもこれなら問題なく進めそうね。サボテンを花に変えれば安全だもの。あ、でもジョーロ、頑張っても5回分くらいしか貯水できません。なんとかその回数でやりくりしないとダメそうです。なるほど。じゃあ任せたわよ、マッカ君。なんですと？はあ、つまりどのルートで行けばいいかってか。1,2,3,4 ダメだな。こういうのはスタートじゃなくてゴールから考えてた方がいいからね。1,2,3 あ、分かった。 OK、 見えた。ここ、はい、ここ。あ、いけない一回。待って。じゃあ待って。オッケー。間違った。あ、水がなくなってしまいました。もう一回組み直し。あそこ穴なのね。だからここ。ここか。ここ。あれ？俺さっきどこ待って、俺間違った。行ったんじゃない？行った。オッケー。
よし、正解です。さすがにもういませんよね。そうみたいね。ようやくこれで、お花とサボテンだから、命名お花っちょ、八山みどり。あなた、何八山みうん、命名センスさ、どうにかなんないの。白線、あなたたちの役目は完了したわ。オッケー、ごめんよ、お花っちょ、八山みどり。それじゃ、進もうか。今度はなんだ。あ、いましたよ。熱っ。そりゃ見るからに炎だもの、近づきすぎよ。ですよね。まあでも炎なら焼き目の推測は簡単ね。何かを燃やせばいいはずよ。はい、俺にも分かりました。でも何を燃やせばいいんですかね。ここあんまり燃やせそうなものないですよ。マッカ君。俺ですか。いや、違うわよ。名前を呼んだのよ。マッカ君、周りを見てごらんなさいって。あ、そうでしたか。よかった、よかった、そうでしたか。見ます。氷だけど。さあ、何が見える。水、名前がわからないやつ、店長、白線、店長怒られた。いい加減店長の呪縛からの解き放たれなさいよ。忘れられませんよ、あんな強烈な人。で、改めて聞くけど、さあ、何が見える。名前がわからないやつ、あのなんか名前のわからない台みたいなやつ。かがりって呼ぶのよ。へえ、あ、上だった。あ、かがり火とか言いますもんね。へえ、あれがそうだったんだ。そうね、だからあのかがりに火をつければいいのよ。この子、命名燃えさかりなの炎を使ってねなんかさ、燃えさかりなってことでしょ。燃えさかりな、あ、燃えさかりーなか、燃えさかりーな、なんかいそうだよね、燃えさかりーな。なんだかんださ、この命名すごくない？いそうだもん、燃えさかりーなって。うん。命名センス、ある意味あるよ。うん、ないけど。ないけど、ある意味あるよ。芸人とかでいそう。燃えさかさんとか言って。わかりました、やってみましょう。気が早いわよ、マッカ君。どうやって火をつけるつもりなの？燃え盛りのは素手で触れない、触れないわよ。あ、大丈夫、心配しないで。確かカバンにあった、あった、いいな、流儀、流れ儀、面白い形だから拾ってたのよ。流儀、どっちだろう、ちょっと調べとこう。なぜそんなものを。いつもの商人に渡して人形を作ってもらおうと思ってたのよ。悪い？白線、人形遊びするんですか？違うわよ。民芸品が好きなの。結構いい木だったんだけど、背に腹は抱えられないわね。これに火を移して、松明にしましょう。はい。完了です。何のためらいもなかったわね。いいけどさ。ではでは、火を灯しに行きましょう。勝手にこいつ動くけどはい、というところでちょっとね、だいぶ長くなってしまいました。はい、ごめんなさい、ね、いいタイミングで終わらなかったんで、ね、ちょっと長くなってしまいましたが、今回はここで一旦終わりにさせていただきます。今回の動画が良かったという方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントなどぜひぜひ。それではまた次回の実況でお会いいたしましょう。ではまたね。チャンネル登録やコメントお待ちしております。また公式サイトやツイッターもよろしくお願いします。ではバイバイ。